はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います一日一冊読書家のマルツですこのチャンネルでは私が一日一冊本のレビューをしていますで普段はビジネス書とか心理学についての本また英語学習についての本なんかをご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいでまたこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります で今日ご紹介する本はこちらの「第二図書係補佐」というタイトルの本ですで、えーと。著者は又吉直樹さんです。でまあ、有名な方だと思いますけども、まあ、芸人と、えーまあ、本を書くという、えーまあ、作業をされている方ですね、まあ、作家さんですね。でえーとまあ、この本はです、ね、その又吉さんが えとまあ、ご自身が読まれて面白いと思った本のまあ紹介と、えー、ともにまあその本を読んだ時にまあ感じた、まあ、感想とか、ま、た吉さんが置かれていた環境生、まあ、い立ちなんかを合わせて紹介するというような内容になっていました。 で、えっと率直に言うとですね。ちょっとあの最近、この又吉さんの本をたくさんまとめて買って、えー、読ませていただいてることもあって、えっとまあ、又吉さんのこう。生いたちとかえー、まあ、考え方みたいなものには。まあ,あの少し、えー、多めに触れてます。で、そういった中で言うと、ちょっとその又吉さんの？ えまあ感じたこと生い立ちっていうところに関しては、まあ、あ,のあんまりぐっとくる内容がなかったかなという印象ですでただまあ,あのそれは私がこの又吉さんっていう人について、まあ、最近知識を持っているからということであって内容として面白くないというわけじゃないんですけれども、まあ、そこに興味があんまりない方にとっては、えー、まあ少し読み飛ばしがちになるのかなという印象でしたでまああのそれ以外に今メインになっているその又吉さんのおすすめの作者さんの えー、紹介なんでですすけれども例えばですね、えっと、私あんまりその文学作品というのは読まないので詳しくないんですけれども知っているタイトルをまあ少しご紹介をすると「えー、告白」とか、えー「コインロッカー・ベイビーズ」とか「銀河鉄道の夜人間失格」「変身」「夜は短し歩けよ乙女」「異邦人」「深い河」まあ、こういった、えー、作家さんですね、えー、の、えーまあ、作品が紹介されています。 でえーとまあ、中にです、ね、私が全然知らない作家さんというのもいらっしゃったので、えーまあ、あの自分もこれ面白そうだなと思ったものについては Amazon でまあ早速購入をしようと今考えてますけれども、えー、なのでこの本をまあ読まれる、まあ、読まれるといいかなと思う対象の方としては、まあ普段は文学作品をあんまり読まない。 っってていう人がパパパラパララとめくって私と同じように面白いものを見つけるとかまた少し文学作品に親しみがあってまたこだわりがある方が自分が普段読んでいる作者さんと違うジャンルの作者さんを見つけるっていうのにも使えるのかなというふうに感じました。でえー、とちょっといくつ 紹介しててたかってのは分かっんんないんですけどもざっと見て多分403040 40ぐらいの,あの作品が紹介されてるんですけどもそれぞれの作品に対してだいたい45ページですかねぐらいでそのうちまあ3ページぐらいがその又吉さんがまあ感じたこととか、えーまあ、又吉さんの老い立ちが書いてあって2ページぐらいで、えーまあ、その本の紹介がされてると、まあ、そんなイメージかと思います。 でまあ個人的にいいなと思ったのはその本の表紙っていうのがですねまああのー、撮影されて紹介されてるんですけどもなんとなくこうやっぱり図書館とか本屋さんで本をこうジャケ買いじゃないんですけれどもまあ、こう表紙を見てあのいいなというふうに興味を持つ時にもまあこういう写真があると参考になるかなというのをまああの感じながら読んでました。はい ええと、ちょっと。まあ、内容の詳細についてはほとんど触れてないレビューになってしまったんですけども、まあ、もし又吉さんとか、またあの、なんとなく読みたい本が今見つかってないんだけど、どういうのがいいかなというような。えー、まあ、ことを考えている方にはおすすめの本でした。はい、今日は以上になります、えー。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。失礼します。